今日は雨の中プレーボールがかかりました。先発は塩見、立ち上がりご覧いただいています。先頭の荻野貴司を三振で、当たっている鈴木をレフトフライで、この後中村も打ち取ります。立ち上がり3人で終えた塩見でした。丸に先発は二木です。フォアボールとヒット、ワンアウトランナー3塁1塁、立ち上がりピッチを迎えます。しかしここからブラッシュ三振、ツーアウトになって銀次レフトフライ、3塁1塁という大きなピッチでしたけども、ゼロで終えました。0対0で4回です。ツーアウトから2者連続フォアボールでランナー2塁1塁で、今日5番の清田を迎えます。清田はライトの右へ、これが先制のタイムリーツーベースになりました。1点を先制しました。4回の表です。さて追いかけます、イーグルス。5回です。ウィーラー、それから渡辺義明、連打でノーアウトランナー3塁1塁で、辰巳のこのショートゴロの間に同点に追いつきます。1対1。言えばこのまま6回に投げます。いいです。ワンアウトから島内のこの当たり、セカンド中村が飛んでる。でこの後満塁で銀次を迎えます。これエラーの後ヒットとフォアボールで作った満塁のチャンス。銀次が勝ち越しのタイムリー、2対1。この後渡辺義明にもタイムリーが出ました。これが2点タイムリーになりまして、この回3点取って4対1とします。さて先発の塩見、7回です。この回は2アウトランナー3塁、井上に長打ツーベースを浴びて2アウトランナー3塁というところ、田村にタイムリーを許して4対2。ここで塩見はマウンドを降りました。でこの後森原を抑えて、ゲームは7回の裏、イーグルス。この回はワンアウトランナー3塁1塁、チャンスを作ったんですけれども、東條の前に浅村ブラッシュと連続三振、ここは追加点を挙げることができませんでした。そして8回です。2点リードでブセニッツがマウンドに上がって、先ほどエラーがあった中村、これがセンターの右へ、今シーズン第11号の同点のツーランホームランになります。4対4になりました。そしてその裏、酒井がマウンドに上がります。ワンアウトランナー3塁2塁で代打藤田のセンターフライ、これでツーアウト。この後代打今井のところ、ワイルドピッチになって5対4。イーグルス8回の裏、1点リードと変わります。そして9回、松井です。2アウトまで来て、ここからなんと松井が3者連続フォアボールで清田を迎えます。清田の当たりはセンターへ、これが逆転の2点タイムリーになりました。6対5、マリーンズ1点リードと変わります。そして9回の裏、ランナー2人出しましたけれども、最後は代打小郷が空振り三振でゲームセット。リーグ戦再開、初戦はマリーンズ勝利となっております。